はいどうも、エルザです。それではスプラトゥーン1やっていきましょう。さあ今回3面目ということでちょっとやっていきたいんですけど、このレンガ帳はちょっと独特だな。これは特に繋がる感じじゃないか。じゃあ最初は、かけマップとかマップ内にある面をねちょっと探してみようかな。でそこから、どんどん進めていく感じにしましょうか。さあ11、さあこれで1、2、3、4、5、6と、そしたら10面からだね。さあ10面からやっていきましょう。インフレルのバテンローですね。綱渡りでよ人生は。落ちたら負けやね。さあやっていきましょう。ミステリーサークルもねちょっと探しながら、結構ね今までがうまいこと見つかってたんで、そろそろね難しくなってくるのではないかなと思ってるわけです。ないよね。さあ乗っていってぐるーっと回っていって、それもね普通すぎるんだよね。ここ当たりもなしか。ないね。お、つながる。こうやって見たときにね、見つかると一番楽なんだけどね。はい。生かしとるね。そして、ないね。あるかなと思ったんだけどな。なかなかないね。うん、ないね。この辺りも、お、マジでいきなり下降りる？うん、ない。よし、下から、おお、下も特にはない。ああ、マジでー。ちょっと待った。今のジャンプポイントは、マジか。あれ。ないことに。マジか、あのジャンプポイントはちょっと難しすぎたな。さあ、お、これはまた面白いギミック。やっぱね、ちょっと回って。いやーよかったー。さっきの、すんなかと思った。ミステリーサークル見つけるっていうところでは。いや、危なかったなー。射程の感じが慣れてないねー。さあ、こうなってきたら、おぉ、マジ！マジか、今のはちょっとボンミスすぎるわ。え、ちょっと待って待って。よし、入ったね。ちゃんと気になって最初のところか。ダメか。さて、倒して、これも倒して。あえて使わないっていう。うん。あえて使わないっていう。ちなみになんか。あ、
そういうなんかあるみたいなんだけどね、バグ的なのがね。危ない危ない危ない。じゃあこれ取って、はい。次いや、さっきのまずしくったなこれ。おー、なんか見覚えあるよこれ。そう、そしてはい、あ、なんか懐かしいなこの形。さあクリアだね。スペシャルボーナスで10だね。さあミステリーファイルをゲット。おお、すっげえすっごい家。海面上昇に地上の生物は生き耐え、誰もいなくなった大地にイカの子孫はその10本足を踏み入れる。こうして軟体世紀は幕を開ける。いやー、ホモサピエンスやなマジでリアルすぎて。なんなら多分イカちゃんあんな綺麗な体してたっけ、等身的にね。さあ次11に行きましょい。じゃあ秘密の透明ストリート、大切なものは目に見えない、全てそうとは限らない。さあ、おー、なんかお、めっちゃ綺麗じゃん。いいな、こういう、あ、でもなんかこれ見覚えあるな、オプトン。これはさすがに怖そう。あー、透明床か。こういうところないかな。意外とこういう側面とかさ、いやらしい隠し方するからさ、たまーに。分かってる分かってる。そう、それっぽいのはまだ見つかってない。こういう裏でもない。一番嫌なのはその透明な床で炙り出さないと。さあ、おお、上ね。さあ、さあ倒す。あまりも普通すぎるな。さあ、のんびりね。あの、やらしいな。おお、びっくりした。マジか、それびっくりするわ。めちゃくちゃあれ気になる。はい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 。ってことは、いいね、いい感じで隠し見つけたね。ほい、イエーイ、ゲッチュー。はあ、これは完済してたね。さあ、これでまああとはちゃちゃっとクリアだね。はい、これは一番上まではない。ここだけ抜けれるんだね。いい感じ。あれでも見つけたな、ちょっと今回良かったかもしれないね。細い。あ、クリーナーね。意外的に動きがさ、きついところがあるからさ。
まあ乗ればいいんだけど。で、こんな感じ。おお。で、君がそこにね、そうだよ。よし、かな。おお、怖っ。で、こうして。いやー、これは、なかなか嫌やな。ピッと。じゃ、次。はい、血中。さあ、何が出るかな？アーマー。さあ、やっぱ攻めてくるんだね。さあ飛んで、ポーンと。さあ2つ目ゲッチュー。相変わらず決めポーズが可愛いよね。さあ順調、11クリア。さあ次はどんな感じか。かっけえクラゲくん嘘でしょ。年に2回行われるハイカラコレクション。その生かしたファッションに街の若者の目を釘付け、バトルとファッション以外に考えることはないのだろうか。まあでも確かにファッションには、そうだね、いろいろと。いや、クラゲクイーンやっべえじゃん。いやー、これ最高やな。さあ、じゃあ次12だね。12は、こちら。おお、タコドーザーか。ヤバーのタコドーザー。主なき暴走マッシーン。マッシーンの塔じゃない、マッシーン。いや、これはやっぱワンからだったんだ。こういう風にいきなり飛ぶってなると、あるんじゃねえかっていう、ね、探すんだけど、ないね。よしよし。なければ。ほんとね、1回探して2回目がほんとね、めんどくさいんだよ。1回目探すっていうのがほんと大変なんだよ、ね、大変なんだよ。うい、いやー普通にしくった。とりあえず、あそこ登れないよ。え、これ上乗れないの？ちょっと待った。探す、探す。あるかもしれないから探す。なければ無駄死にする可能性はある。でも多分なさそうだね、この感じだと。よしよしよし。じゃあこれで。おお、うまい。考えてしまうな、ああいうの見るとね。ないね、よし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 。さあ、おお。ちょっとここら辺でそろそろ登れるところがあるかな。この上行きたいけど、あっちか、うん、おっ、ごめんね、とんでも急に行けちゃうのよね。見つけたはいいが普通に落ちただけっていう、なんとも悲しい結果に。いや、これやべえな。しくったらまた、あ
そういうことか。そんな難しく考えなくてよかったんだ。今クイボでしょ。ほい、そういうことだよね。はい、ゲッチュー踏んでもって、はい。あれでも上何もなかったのかな。あー、いや、ゴールか、単純に。じゃあぐるーっと回ってね。いや、この水のシャカシャカ音めっちゃ気持ちいいよ。さあ、海水公園。さあ、鍵を探すんじゃーい。よし、これで。早かったな。はい、近くね。近くね、それは。いやー、さすがやね、敵も敵で。ほい、おー、ニュー。これか。さあ、次。さあ、無事、ゲッチュー最後だね。鍵。登れるところがありそうな気がするんだけど、見つかったね。あったね。よしよしよし、これで、上に登れる。意外と何もなかったか。じゃあ無駄に広いな。あのタコっぽいやつもちょっと気になるけどね。急須かな、どっちかっていうとね。じゃあゴール。いやー、落ちてしまったけど、あそこで見つけたのは偉かった。勘がさえてたね。じゃあ次。さあ、12個目のミステリーサークル、ミステリーサークル、ミステリーファイルはダイナーバリバトルの、初戦だよね。タコ陣営の勝利だ。あ、タコ側が勝ったんだ。勤勉なタコ陣営は朝早く起きれなかったイカ陣営を難なく制圧と。イカの堕落的な成分は100年前も同じだと。凶楽か。哀楽かな。一回負けてるんだ。そうなのね。13、すれ違いステーション、いつかあなたとランデブー。ランデブーか。さて、あ、なんか見えるね。どんな感じ。結構信号が気になるところだけど、ちなみに濡れない。さあ、しっかりと確認して、よし、行こう。はい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 、そういう感じね。あ、やっぱ移動か。ということはこれが動いたところでなんかあるね。そんな感じがする。そういう匂いがプンプンしますな。すっげー電気を落としたけど、まあ大丈夫っしょ。あー、そんな感じ、動いちゃう。あー、やっぱそこあるよね。落ちていったー。そこは深いね。
場倉庫。ないね。危な。危な。あ、てか紫。紫色になってる。全部壊したら何か出るとかそういうことはないよね。あ、オッケー。これで負けたには見当たりません。さあ、ここまではとりあえずなし。さあ、ビギナーそこが気になるか。入れたいしね。え、結構普通じゃね。そうか、気づかないとあそこ見えてない。そうか。あ、濡れないやつ来たね。そういう感じか。ぬるぬる。あ、ほら、ああいう感じだよね。いや、もうゲットできればね、ゲットできればもうこっちのもんやから。はや。そしたら、はい、チェイスボム。おお、ちょっと追跡するんだね。外してしまった。残れば OK だね。いやらしい、いやらしい感じの来たね。あ、意外と射程届くんだね。はいはい、次次。はい、じゃあ、お、テレビがある。全部光ってるね。さあ、13も難なくゴールと。さあ、次14だね。アゲア系の爆音とともに現れた戦略高壺兵器は、イカの本陣まで一気に進行。勝利の一歩手前までにじり寄ったものの、コンセントが外れるアクシデントで悲しき無用の長物と化す。やっぱコンセント電池大事なんだね。ただ左側にあのタコのねタコの足か頭か分かんないけど、まあ足なんだろうけど、キャラによってはね、頭なんでね。さあ次はタコゾネスだね。激突タコゾネス、クンズ撲裂ビーバスパー。次ビーバスか。さあ、やっていきましょう。さあ、タコゾニスが来ましたね。これ、2の、あれだよね。サーモンの手に入るね。こっちか。さあ、空間を通ったところでだよね。ここがないんだよね。さて、ステリカイルもどこかあるでしょう。意外と知りといて、あ、意外とこういうところない。ないの？ありそうでないね。
意外と。さあ、13。でもなんか一瞬見えた。コイン。いくらだね。コインじゃない、いくらだね。さあ、最終チェック。ないか。スペシャルゲット。ゲットはしたけどなって感じなんだよね。そんなスペシャル使うって感じでもあるからな。あったわ。ちなみに下に行けるって関係はないんだね。はあ。当たってないことになってるな。まあいいや。これは、ああまあ。はい、やっぱり。あれ登るとゴールか。こうなってしまうと、ミステリーファイルがね、見つかんないんだね。さあ、エッジ。ん？おお、さあ、上に登って、ゲット。さあ、あと1マップでボス戦だね。おー。あれ人い、あ、イカちゃんか。勝利の女神はイカ陣営に微笑むことになったと。あ、結局そうなんだ。最後の決め手は、足の数というのが最近の定説である。確かにね、日本多いからね、イカの方がね。どっちかというと猫ちゃんな気もしなくはないが。じゃあ、最後、15いきますか。さあ、ここまでね、ミステリーファイル順調なんでね、ここは取っていきたいな。なんかいるね。さあ、やっぱり UFO は実在したと。例えばタイトル読み忘れてたな。トルネードタコプターかー。この中を探すと結構大変なのよ。あ、はい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 、このマップに入ってる。あそこまで行ける。さ、その前にいつも通り探しながら行きますか。まあ潜ってしまえばね。いやー、こうやってね、マップをね、ここはこの前比べて、ガチまでエリアボコボコンされたところだね。ここはねー、あ、まあまあ、しょっぱな落ちるっていうね、もし見られる方いたら、ライブ配信見てもらうと。ここは違う意味で思い出があるかな。バリアか。あ、まあそうだ。まあ取りすぎではあるんですけど。さあ、次にないね。じゃあ行きましょう。さあ、タコプターさんやりますか。
用済みやからね手に入れば用済みやからね。はい、一中潜入、ネギトロ炭鉱か。ネギトロ食いたくなってくるな。さあ、ボスのところに行きましょう。カラストンビ部隊の写真はこの1枚しか残されない。そうなんだ。名前もわからない腕組みの青年がこの伝説の部隊を率いていたようだ。1年続いた大縄張りバトルの終焉ももうすぐであると。まあ、ここら辺はね、知ってるからあれなんだけど。この1枚しかないの？じゃあ、ボス戦と行きますか。あ、そっか。飛べないのか。真上にあるよ。こっから登って。そっかい、そっかい。おいるじゃん。電磁ナマズが集まったぜ。ボスやかんに向かうんじゃない。ほーい。そう、上に行って、さらに上に。じゃ、なんかすごいな。転がる、はまる、タコツボボール。結構語呂がいい感じだったね。さあ、倒しちゃいますか。こっちで行こうか。あ、パルシェン？なんか、ポケモンっぽく見えてしまう。でもタコなんだよな、中に入ってるの。さて、さて。ちょっとやばそうだ。あ、そういう風になっちゃうの？さあ、タコツボボール。そもそも？めっちゃそういう風に濡らすのね。わかった。だから君濡らしてたのね、この辺りみたいに。そういうことか。ちょっと待った、予想より手前すぎた。釣り場の方がいいな。そうだね、タコツボボール。ボールの地点に気づくべきだった。さあ、回るには。回るか。ここ塗ってたら大丈夫なんだよ。あ、危なっ危なっ。いや、マジで危なかった今。さあ、あと1回。まあそうだよね、勢い増すよね、そりゃね。さあ、ちょっと回転が速くなるかな。いや、濡れない床が出てきたか。ギリギリでも楽勝。どうもご苦労様です。いやー、でもちょっと新鮮だったな、このボス。あ、綺麗に塗れない当たりだね。これいいね。まあまあ、ちょい待ち集めるからね。ほい、ゲット。はい、タコツボール、クリア。あっぱれじゃ、354。しかし、このツンとくる嫌な感じは、あやつか。わさびかな。ちょっくら様子を見てくるぞい。そういや、まだ1号、2号にあっとらなんだか。後で合わせてやるから、ちーっと待っておれ。みんな集まったら、わし特製のおはぎでパーティーじゃ。おはぎか。ギリ。ぬぬ、おにしは、ギギ、当たり目、発見。ちょ、ちょって言うんだね。ギギギ、やめんか。
タワー、あ、ヌワーや。いい当たり目捕まえた。邪魔させない。そう。当たり目が、やられ、取られたみたいな、やられたっていうかね。さあ、三つ目は、なんかモデラーっぽいね。VR ベース。これで武器が一つ増えるかな。さあ、コンセントがショート。さあ、次のマップいきましょう。はい。さあ、4つ目。ちょっと中央に戻って、おお危ない危ない、また同じ過ちを繰り返してくれた。で、こう行って、さあ、4面到着。あ、緑が多いね。あんまり1では、1というか2では見ないような感じだけど。はい、ということで、今回ここまでにしましょう。さあ、当たり目がなんか捕まったような感じではありますが、まあ次回どうなるかだね。無線も出てくるだろうしね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価などぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またな。